アベマのチャットがずっとカンセルしないで荒れてたよ。もう荒れてたっていうか議論してたってことでいいですよね。じゃあちょっと渋川スペシャルで説明するか。まずあの状況について説明しましょう。1戦目僕トップ取って2戦目が始まりましたと。で初戦の順位が渋川、西川、魚谷、水巻さんだったわけですよ。でここでまずみんなが案外知らない常識言いますね。初戦トップだった場合、初戦3着の人がトップじゃなかったらほぼ勝ちます。自分がラスったとしてもね。例えば2着目の西川さんがトップだったとするじゃん。そしたら西川さんが12じゃん。まあ大プラスだよね。で僕が14だったとしてももう一人は23がせいぜいなんですよ。14対23ってもうほぼ14の勝ちなわけない。素点の差が相当ない限り、14は順位点でプラス20だけど24は順位点でプラマイ0だから2万点の素点差がないと勝てないんで、まあほぼほぼ勝ちです。ということで2着の人がトップ取ったら勝ち、僕のほぼ勝ち、ラスっても勝ちで、水巻さんトップの場合僕は水巻さんと5万点差つけられなきゃいいんですよ。トップラス決められても5万点差って水巻さんをマークすればさすがに相当つかないんでほぼ大丈夫ってことで、3位の魚谷さんがトップ、西川さんが2着、僕がラスの時だけやばくなるんですよね。という前提がありますと。なのでまず僕は魚谷さんがトップじゃなかったらほぼ通過。まあ、もちろん自分がラスらなくてもほぼ通過なんだけど、ラスってさどうやって我慢しても取るときは取るじゃん。だからラスったとして自分がラスったと仮定しても魚谷さんがトップじゃなかったらもう通過なんですよ。でもっと言うと魚谷さんトップ、西川さん2着じゃないと通過なので、逆に言うと水巻さんがいっぱい展望を持つのは歓迎なんですよね。水巻さんが1着か2着でいてくれたら僕は大体通過できる。でもしくは自分が全然ラスんないっていう時という状況において、まず2万7000点持ってる状態のトン2局、魚谷さんの親、まず4巡目に水巻さんの先制リーチ入ったんですよね。捨て牌もう GGG 橋みたいな感じで、水巻さんはトップ取って僕2着ならかなり通過なんで、まあ何でもある、リー伸びでもあるし高いリーチもあるということで、まあ別に積もっていいよと思ってたんですけど、その瞬間にね僕がリーチ赤虎のサブローピン張ったんですよね。Eピンあんこで。で水巻さんへの安全牌ゼロだから、とりあえず僕がリーチして、僕が上がればまあほぼラスらないんで通過、水巻さんが積もってもまあ魚谷さんの親が流れて結構嬉しいで、最悪僕が水巻さんに打ってもよ、水巻さんがポイント持つならいいみたいな状況で、ここで2件リーチ入ったら魚谷さんは親だけどほぼ来れないと思ったんですよね。4巡目に水巻さんリーチ、そして6巡目ぐらいに僕の追っかけっていうことで、魚谷さん初戦3着なんで、まあ、トップ取れば大体通過なんで、まあ、魚谷さん的には別にここは無理するとこじゃないんですよ。大トップ必要なら多分来るんだけど普通のトップでいいんで、とりあえずこの2人リーチで挟んで魚谷さんの親をまず確実に流そうっていうリーチだったわけですね。でまあ一応お化けで僕上がれば通過確定だしと思ってリーチしたら、魚谷さんがしぶとくて僕の切ったウーアンだっけ、まあなんかに対してポンしてドラのリアンソを押してきたんですよ。2人で無筋のもう 100% 天敗ですね。まさか4巡目6巡目の2人リーチに対して押し返されるとは思わなくて、やられたと思ったんですその瞬間ね。でその瞬間まあ3人のめくれになっちゃって、魚谷さんが上がったら魚谷さんトップ目に一旦立ってさらに親連チャになっちゃうんですよ。いやこれマジやべえなと、それ最悪だなと思ってて、もう僕が上がっても嬉しいけど、まあ水巻さんも上がってもいいよと、とにかく魚谷さんの上がりまずいと思ってる状況ね。するとまず魚谷さんがその後手出しリャンワンしてきて、でもあれはもう絶対天敗のリャンワンだったんですよ。ほぼ天敗のリャンワンで、まあ待ち返したのかなみたいな。そしたら次引いてきたら迷ってもう一回リャンワン切ってきたんですよ。でも降りることはないか、でもピンズをど真ん中聞いたりしたら降りてんのかなと思ったんで、次順引いてきた範囲でほぼ迷わず3ワン切ったんですよ。だから223って切ってきたんですよね、手出しで。なので僕はこれ第1巻リャンゾー切ってリャンワンシャンポンにして3ワン引いてリャンワン切って1スワンにして、なんかがあんこってリャンワン切って3ワン短期にして、何か引いて3ワン切って短期コロコロしてんのかなと第1巻思ったんですけど、もう1個のパターンは超切れないピンズ引いてリアンワン切ってピンズくっつき返して3ワン切って張ってるかの2パターンなんですけど、ただどっちにしろあの順目に通ってない3ワンをノータイムで切ってきたんで、天敗はほぼ確だと思ったんですよね。さすがに張ってなかったら3ワンは迷うし、多分降りる3ワン切らずに。なんかもう結構な範囲通ってたんで、だからまあ魚谷さんは天敗だと、町場では分かんないし打点も分かんないけど魚谷さん天敗確だなと思って、そこで渋が持ってきたのがあんこのいいピン。その瞬間ね、関したら普通にリーチ赤戸のサブローピンで続行っていう状況なんですけど、とりあえずいいピンをね貫通になったら切ることはねずっと決めてたんですよね。魚谷さんがポンしてドラのリャンズを押した瞬間から、あ、これはいいピン引いても切らなきゃいけないと思って、その理由がですねいろいろあるんですけど、一番はリスクを負いたくなかった。これを聞いた人はいいピン切るのリスクじゃないのと思うかもしれないんですけど、僕的にはもう勘が圧倒的リスクだったんですよね。あの瞬間の僕の最悪は魚谷さんに高い手を放獣することだったんですよ。魚谷さん高いの打ったら魚谷さんトップで僕ラスになるんですよ、その瞬間で。西川さんと水巻さん並びみたいな、もう終わりじゃんみたいな。西川さんが2着になった瞬間負けなんよという状況で、魚谷さんは赤ウーアンさらしてポンしてるけどドラのヤンスを切ってるんで日給か 5% 濃厚なんですけど、僕が関してカンドラ乗ったら 5% か 12,000 になっちゃうわけなんですよね、まずね。だからまず関することがスーパーデメリットと、でその次が魚谷さんが高い手を積もることで、その時点が僕が魚谷さんに放獣すること、そしてさらに時点が魚谷さんが安い手積もったり流局することということで、とにかく魚谷さんの上がりがあの曲の最悪だったわけですよ。でそれを前提にすると、あの EP はまず魚谷さんには相当通りそうだった。リャンピン先に切っててウーアンポンだから役が単ヤオか役会かも分かんないし、当たるとしたら本当に3ピンを引いて回って3枚切れのリャンピン引き戻してイースピンになって、しかも役配アンコですみたいな時だけだから、あの EP は魚谷さんにはもうあまりにも通りそうで、水巻さんにはまあそこそこぐらい、通ってもおかしくないし当たってもおかしくないという状況なので、あれを関するともちろんね僕が高い手上がるパターンもあるんですけど、正直僕はね上がんなくても勝てそうなんですよ、あの局面。初戦トップなんで、なんせ。だから別にあのサブローピン絶対上がりたいわけじゃないんですよ。上がれたら超有利だけど、別に上がれなくても勝ちルートいっぱいある。僕はラスでも魚谷さんトップじゃなかったらほぼ通過なんで、まあ、正直水巻さんに打っても全然いいと。ただ8000打つと瞬間ラス目になるんで、僕が8000打った後に魚谷さんと西川さんがガンガン上がってってなるのは嫌なんで、まあ、8000は打ちたくない。できればまあリーチ伸びとかメンピの2000点だったらいいなということで、しかもね赤が2枚見えてさ、ドラのランゾーも2個見えてさ、相手はね、まあ、40メリーチ何でもあるんでリー伸びとかメンピの可能性が高いなと思って。EP 持ってきたけど、まあ、切ったわけですよ。これはもうリスク回避で打った。まあ、水巻さん2枚切るとドラのリャンゾが統一で、メンピドラドラで8000打ったんですけど、その瞬間の並びが、水巻さんが結構トップ目で、魚谷さんと西川さんが24000とかで、僕が17000みたいな感じ。正直全然良かったっすね。魚谷さんが上がって、魚谷さんがトップ目になってるより、こっちの方が全然いいんですよね。だから僕、その気になった水巻さんに結構アシストできるし、西川さんと魚谷さんが2人ともガンガンガンって上がってこなきゃいけないんで、でしかもさらにゴールした時に魚谷さんが上じゃないといけない条件なんで、魚谷さんの親1回流してたなら全然 OK だと。結果は、まあ、いいピン多分つぼ切った中では一番悪い結果だったんです。当たってなおかつ8000だったから、その最悪の結果でも全然 OK と、許せるという感じでしたね。それが渋川スペシャル。あの曲の最悪が何かっていうのが分かってれば、あの E ピンはもうおのずと紡ぎることになると。でよくじゃああれ1戦目だったらどうしたんですかみたいなことを言われるけど、そりゃ勘だろ1戦目とかだと魚谷さんとかライバルとかいないんで、自分がトップ取りたいんで当然勘と、リーグ戦でも当然勘と、そりゃ、ただ2戦目のあの状況だと余裕でつもぎりでしたね。あれは本当に迷わなかった。全く決まってた。魚谷さんがポンしてドラリャンゾを押した瞬間、もう勘はできないと決まってた。まあでもあれはね、渋川スペシャルは成功しましたよ。ハラハラしたって言ってる人もいるけど、僕一瞬も敗退ピンチなかったからね。うん。あのサブローピンはね、上がれば確かにほぼ通過になるけど、上がれなくてもね、だいぶ通過なんでね、そんなに上がりにこだわらない。一度も敗退ポジになんないし、なんなら一度もね、大ピンチなんなかったんだよね。この人がこの上がりしたら敗退になるっていう瞬間もほとんどなかったんですよ。まあ、インタビューではだいぶかいつまんで話したんですけど、そういうことですね。リスクを負わなかったってことですね。魚谷さん、渋川スペシャルってなんだよってまだ怒らって冗談で言ってるだけかもだけど。だって魚谷さん対策でやってんだもん。それ魚谷さんからしたらね、監視料やこらって思うよね。うん。魚谷さんが3着だったんで、3着の人を狙うしかなかった。ということですね。関して上がったら確定だからってのはあまり関係ないですか？あの状況ではあんま関係なかった。別に正直関節上がっても確定だから。そう。これはね、まあ条件戦ですね。見てる人は普段やらないでしょ。麻雀プロとかじゃない限り、本当に麻雀の条件戦ってやることないと思うんですよ。うん。だから、イーピンが、勘忘れたと思う人もいれば、馬ぶったとか思う人もいれば、ああ、なるほどと思う人もいるみたいな、たくさんいるし。まあ、この説明してもね、いや、勘した方がいいやろって思う人ももちろんいると思うけど、まあ、僕は、これは相当切った方がいいと。うん。以上の理由でね、今言った理由で、リスクを負えないと。うん。大谷さんが降りてそうだったら、した、と思う。OKP さん、渋川スペシャルはプロでもやる人やらない人分かれますか？それとも常識レベルですか？正直やる人やらない人いると思う。うん。僕の感覚だと、あの E ピンは、だって久里さんとかはもう、そういうんじゃなく余裕で完走だし、ソルダさんとかは切りそうな気がするけどね。うん。人によるとは思います、もちろんね。で僕はあれは完しない方が通過率は高まると思いましたね。うん。パワー型は完しますよ。パワー型の人は。で繊細な人は関したりしないはその局面の判断によるんだけど、僕はあの局面はできないと思ったね、関は。魚谷さんがほぼテンパイしてると思ってるから。ということで、おー、なるほど、納得したぜってきたチャンネル登録、高評価できれば名物登録お願いします。